ハリー・ホップマンは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー市出身の、男子テニス選手。フルゲームは、ヘンリー・クリスチャン・ホップメンというが、ハリー・ホップマンの名前で、最もよく知られる。現役選手時代は、優れたダブルス選手として知られ、四大大会で、男子ダブルス2勝、混合ダブルス5勝を挙げ、とりわけ妻のネル・ホール・ホップマンとの混合ダブルスで、強さを発揮したが、 シングルスでは全豪選手権で3年連続の準優勝に終わった。ホップマンは男子テニス国別対抗戦デビスカップオーストラリア代表監督として結出した成績を残し1938年から1969年まで30年以上の長きにわたってオーストラリアチームを率いた。そのためホップマンはテニスの歴史の中でも屈指の名監督として 名前を残した。ハリー・ホップマンの競技経歴は1928年から始まり、この年は全豪選手権でジャンボロトラとの準々決勝に進んだ。1929年と1930年の2年連続でホップマンはジャック・クルフォードとペアを組んで全豪選手権の男子ダブルスに2連覇を達成する。1930年ホップマンは 全豪選手権で男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてに決勝進出を果たし、クロフォードとの男子ダブルスと、ネルフォールとの混合ダブルスで優勝したが、男子シングルス決勝では、エドガー・ムーンに敗れ、以後1932年まで3年連続、準優勝の苦敗をなめた。1931年と1932年の男子シングルス決勝では、 ホップマンはジャック・クルフォードに2連敗を起死している。ホップマンは1930年の全豪混合ダブルスで知り合ったネル・ホールとの関係を深め、1934年3月19日に結婚した。ハリーとネルは夫婦ペアとして1936年、1937年、1939年の全豪選手権混合ダブルスに3度の優勝を加えた。 シングルスでのホップマンは、その後1936年と1937年の全豪選手権で準決勝に進んだが、1936年はエイドリアン・クイスと、1937年はビビアン・マグラスに敗れ、ついにシングルスで優勝のチャンスをつかむことができなかった。全豪選手権以外の大会では、1930年の 全仏選手権と1938年1939年の全米選手権でベスト8に入っているが、ウィンブルドン選手権では1934年1935年の4回戦、止まりに終わった。1939年は全米選手権で混合ダブルス優勝があるが、ここでは妻のネルではなく、アリスマーブルとペアを組んだ。1938年から、 ハリー・ホップマンはデビスカップのオーストラリア代表監督に就任した。選手時代は1928年から1930年の3度出場のみであったが監督として結出した力量を発揮する。ホップマンが監督に就任した1938年はアメリカンゾーンの決勝で日本チームとの対戦もあった。この年の代表選手は エイドリアン・クイストとジョン・ブロムウィッチであったが、ブロムウィッチがシングルス第一試合で日本の山岸二郎に敗れている。監督就任2年目の1939年、オーストラリアはワールドグループチャレンジラウンド決勝でアメリカを3勝2敗で破り、1919年以来20年ぶりの出敗奪還を果たした。しかし、この年に第二次世界大戦が勃発する。 その間、デビスカップも開催中止を余儀なくされた。終戦後の1946年にデビスカップも再開されたが、1946年から1949年まで、オーストラリアはアメリカにデハイ決勝で4連敗を喫したため、ホップマン監督の辞任を求める声が上がった。1950年にオーストラリアは、 終戦後初のデハイ優勝を果たし、1967年まで通算16度の優勝を達成した。この黄金期に、フランク・セッチマン、ケン・マグレガー、メルヴィン・ローズ、ケン・ローズ・ウォール、ルー・ホード、アシュレイ・クーパー、ニール・フレイザー、ロイ・エマーソン、ロット・レイバー、ジョン・ニューカムなどの歴史的名選手たちが育っていった。ホップマン監督の練習は、ランニング、柔軟体操、 体育理論などのメソッドを総括した厳格な訓練で夜間外出禁止などに違反した選手たちには罰金を科すこともあったという。デファイ監督としての在任期間中、ホップマンにはザ・フォックス、ミラクルマンなどのニックネームが付けられ、世界中のテニス愛好家からも絶大な尊敬を集めた。彼自身はスポーツジャーナリストの仕事で生計を立てた。 1968年1月10日、妻のネルが脳腫瘍のため58歳で亡くなった。1969年のデビスカップで、オーストラリアは N&C アメリカゾーンでメキシコに2勝3敗で敗れる。オーストラリアチームは5月にメキシコの首都メキシコシティへ遠征したが、メキシコのエースであるラファエルをナにシングルスダブルス戦闘も全敗した。 このメキシコ戦の敗戦を最後に、ハリー・ホップマンは、デビスカップのキャプテンを退き、1970年からは、ニール・フレイザーが、ホップマンの後を引き継いだ。デハイ監督から引退した後、ホップマンはアメリカに移住し、ティーチングプロとして、ビタス・ゲル・レーティスや、ジョン・マッケンドーなどを育てた。晩年は、アメリカ・フロリダ州ラルゴに定住し、再婚した妻のルーシーと共に、 ホップマンテニスアカデミーを開設した。1978年に国際テニス連堂入り。1985年12月27日、ハリー・ホップマンはラルゴにて79年の生涯を閉じた。ホップマンの死後、彼の意志を継いでホップマンカップが創設された。これは毎年12月末から1月初頭の年末年始にかけて、 男女一人ずつの選手が国を代表する非公式の団体戦である。ありがとうございます。